2回目のワクチンを打ったら軽い走馬灯が見えました。ということで日立造船の UFO んでいこうと思います。それでは最初にですね、日立造船、初めて聞く人からすると、茨城の田舎の造船会社かなぁと思うかもしれません。ですが、それは大きな間違いです。まずそもそも、茨城ではなく大阪の企業です。そしてなんと造船もやっておりませんということで、何から何まで合っていない。 神聖ローマ帝国のような企業ですじゃあ日立造船実際どんな事業をやっているのか早速見ていきましょうこちら事業内容のグラフを見てみますと環境プラントプラントを作る事業をメインとしておりますそして機械インフラということで日立造船完全に重工メーカーですねそれでは事業内容を深掘りしていきましょうまずは環境プラントですこのセグメントではこれですねゴミ処理プラントということで 名前の通り、ゴミを燃やして、しかも発電もできちゃう、ゴミを資源に変える素晴らしい事業を行っております。現在までの納入実績は約1000施設、処理能力ではなんと世界車ナンバーワンを取っております。そしてですね、それだけでなく、化学プラントであったり、脱硝装置、窒素酸化物を取り除く装置ですね、さらには地上養生風力であったり、バイオマス発電、浄水なんかも行っております。 そして右下、なんとこれ、ちゃっかり技術を活かして、サバの養殖もやっているようです。いや、ほんとあれですね、環境プラントというだけあって、地球に優しい事業を行っている企業ですね。はい。それでは売上の方も見ていきますと、今年度は国内のゴミ処理施設の工事が減少したものの、イギリスの工事が進んだということで、前期プラス6.0%となっております。それでは次に機械です。こちらのセグメントでは船のエンジン。船自体は作ってませんが、まだエンジンは作っているみたいです。 そして、プレス加工機ということで、車のパーツを作る機械を作っております。さらにですね、このようなごっつい機械だけではなく、充填包装ラインシステムということで、調味料、酒、薬品を詰める機械であったり、カット野菜の異物検査装置なんてものも製造しております。これ、流れてくるキャベツの中の異物をパパパパパーンって落としてくれるんですよね。なかなか面白い動画でした。ということで、なんか造船から思いつかない事業をやっております。 そして機械の最後、投資会の殺し文句ということで、メタネーション装置の製造も行っております。こちらなんと CO2 からエネルギー資源であるメタン CH4 を作る装置となっております。普通ならばメタン燃やすと CO2 が出て偉い人からめっちゃ怒られてしまうんですが、CO2 を原料にして作っているため、プラマイゼロ、カーボンニュートラルの達成に貢献する装置となっております。はい。 では売上の方見ていきますと今年度はプロセス機器と船用エンジンが好調だったもののコロナで自動車用プレス機械の需要が減少前期マイナス1.5%となっておりますそれではインフラの方を見ていきましょうこちらではこの写真のように橋であったりダム防波堤といったものの開発を行っておりますそれでですねこちらの目玉事業としましてはこれですね超巨大掘削装置シールドマシンです これは掘削装置というだけあって、地下鉄であったり、地下道、地下河川を作るために使用されます。東京赤ラインもこの日立造船の掘削装置を使って開発されたそうです。売り上げの方を見ていきますと、こちら大口工事が減少とだけ書いてあって、前期マイナス13.2%とちょっと厳しめとなっております。まあ、それでもロマンのあるいい事業だと思います。それでは最後、その他ということで、日立造船なんとですね、全固体電池の開発も行っております。 そして日立造船の開発したこの全固体電池、従来品の7倍の電気容量を持っているということで、現在世界最大級となっております。私、旧石器時代から全固体電池と超電導の実用化待っているんですが、日立造船、ついにやっちゃってくれたかもしれません。はい。といったところで、授業内容の説明、終わりにしようと思います。それでは次に、経書を見ていきましょう。まずはじめに、直近5年の売上です。 こちら見ていきますと珍しい逆山型の形をしております。しかも米中コロナなった2020年20で増収ですからね。なかなかすごいと思います。この理由としましては UFO を読む感じ環境投資の拡大が追い風になっているようです。はい。それでは他社の売上はどのか見ていきましょう。今回比較に用いる会社は日立造船のように船から撤退中なうの三井造船と三菱重工川崎重工の3社です。 この中ですと、売り上げ自体は最下位ですが、2021、みんな落ちる中で増収ということで、なかなかいい感じのグラフを描いております。しかも、三井造船との差も結構縮まってきてますからね。はい。それでは次に、純利益です。こちらのグラフ見てみますと、結構波が激しいですね。はい。そして、よく見てみますと、純利益、右肩下がりで減少してますので、あまり調子は良くなさそうです。 理由としましては、2020年特別損失が発生しておりまして、2021、こっちの方では、主力事業の環境プラントのコスト増による採算悪化が響いているです。ただ、機械、インフラの方では逆に収益が改善しているということで、主力事業の採算が改善したら結構面白そうな感じがします。それでは、他社はどうなのか、そちらの方を見ていきましょう。比較のグラフ見てみますと、なんかこれも売上同様不思議な形してますね。 まず直近で川崎重工が赤字転落、三菱重工も大幅減益という中で、純利益2倍。なんか悪そうに見えて、赤字転落せずに稼いでる。比較のおかげで好印象に変わりました。はい、それでは純利益率の方も見ていきましょう。こちらではまず三井造船、死んでません。もうグラフ見えないです。はい。その中で日立造船、常連下位ということで、あまり稼ぐ力としては強くないみたいです。 まあとはいえ、他社と比べると、その分安定して稼いでると言えますので、そういう点ではプラスではないでしょうか。あと、打速ですが、重工系メーカーということで、純利益率1%台と低く出ていますが、問題はありません。はい、といったところで、経営者の説明、終わりにしたいと思います。それででは健全性指標を見ていきまましょう。ま、ず最初に、自己資本比率です。 こちら、とりあえず40%以上あれば潰れづらく、50%を超えていれば優等生、70%を超えていれば5と、神となれます。それでは、日立造船どうなっているのか、早速見ていきましょう。直近5年の移を見ていきますと、んなんかもう40%どころか30%切っているということで、かなりやばめですが、業界によってはこの自己消費率の平均、高かったり、逆に20%、10%、当たり前ということがありますので、しっかりと他社と比較して見ていきましょう。 先ほどの3社と比較してみますと、あらなんと1位を取っております。この業界の自己資本比率の平均の低さに救われましたね。まあ、それでもちょっと密井造船レベルになってくるとさすがにやばいです。危険あらとなるレベルです。ということで、自己資本比率は低めですが、業界の中でも高めということで問題はなさそうです。それでは次に流動比率です。こちらと言えず100を超えていれば倒産の率が低く、200を超えていれば優等生となります。 それでは日立造船どうなるでしょうか早速見ていきましょう。こちらのグラフ見ていきますと、お、右肩上がりでしかもしっかり100%超えているということで問題全くなそうですね。まあとはいえ、ちゃんと他社と比較してその判断が間違ってないか確かめていきましょう。比較のグラフを見てみますと、5年前まで最下位だったものの、右肩上がりで直近では2位に浮上しております。ということで流動比率から見た健全性も問題なそうです。はい。それでは最後、年収の方を見ていきましょう。 直近5年の推移としましては、600万台と、日経22 5にしては少なめですが、それの右肩上がりのグラフとなっております。ということで、今後期待できそうですね。はい。それでは、他社の中見ていきましょう。こちら見ていきますと、三菱重工がもう断トですね。しかも右肩上がりで年収増加しているということで、もうこれだけ見たら最強です。そして2位の川崎重工は、減少傾向ということで、日立造船が今後2位に浮上する可能性がありそうです。 あと、健全性がボロボロだった三井造船。右肩上がりで増殖しているのはちょっと意外ですね。はい。といったところで説明を終わりにしようと思います。それでは最後、ざっくりまとめです。日立造船は圧倒的な環境事業を手掛けている企業で、軽承としましては逆山型。同業と比べるといい感じです。また、健全性仕も同業内ではいい方です。ただ、年収の方は上昇傾向にあるとはいえ、まだ何百万割っているということで、普通となっております。はい。 ということで、以上で説明を終わりにしたいと思います。このチャンネルでは、就活生、そして投資を始めた人向けに、企業情報、バンバン発信してますので、もしこの動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、そしていいねの方、ぜひともお願いします。それでは、さようなら。